明日、今日24日で、はい、明日のライジンあるじゃないですか。そうだね、見に行くんですよ、ね、あ、そうなんですか。スーパーライジン、いや、あの、勝敗予想してほしいなと思って、3試合勝敗予想、あの、三浦孝太君と、うん、なんか俺みたいなやつがさ、勝敗予想とかするとさ、お前が言うなとかさ、言われちゃうわけじゃないお前レベルのやつが語るんじゃねえよみたいな言われるかもしんないけど、でも俺は、やっぱうん、すごい格闘技のファンであり、自分もやりたいと思って格闘技に進出したタイプの人間なんで、より一般の層よりも俺の方がこう当てられる自信があるわけですよ。なるほど、うん、まあ誰がやっちゃいけないとかないですからね、まあ、ファンとしてちょっと一応に予想させてもらえたらなと思います。で、なんか僕は思うに、その三浦孝太君の試合と、はい、堀口選手と金太郎選手、はい、でやっぱ最後、メイウェザー選手とリクル選手のちょっと予想とか試合展開こんな感じになるんじゃないかなみたいなのちょっと聞きたくて、こういう動画初だからちょっと、もう僕とかが、ね、個人的に聞きたいなみたいな。あ、そうだ、三浦孝太に関してはもう今回多分ちょっとタイの立ち技の選手とやるってことだったんで、孝太君、俺はまあ一回やってるから分かるけど すごいグラウンド技術高くて、あの後の練習とか、ガガガに映っております。ガガガに映っております。あの後も練習一緒にしたりとかして、すごいやっぱ練習頑張ってるから、まあ普通に多分テイクダウンして1ラウンド同盟で決まるんじゃないかなって。あ、え、 MMA ルールでしたっけ。 MMA ルール、あー、パンドで倒すってイメージがあんまないなって感じだけど、あ、なんか、うん、決められそうだなっていう。じゃあ予想は、多分寝技はどこで、まあそうだね、2ラウンド目か1ラウンド目終わりに寝技で決めるじゃないか、うん、なんかやっぱ個人的に僕もコードが勝ってほしいなと思って、なんかユウシ君と戦友みたいななんか感じじゃないですか、ね、ちょっと、うん、だからまあ応援はしたいですよね。うん、もうすごい応援してるから勝ってほしいな、ね。まあ、勝つでしょ、彼スタンスあるからね、まあ、勝つだけし普通に勝ってもらわないと困るでしょ、ライジンが。間違いないです、ね、ここで負けんのかいみたいななっちゃうと思う。まあ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 勝つんじゃないかなっていう、まあ、今回その多分三浦孝太がオープニングファイトで出たから俺は呼ばれなかったんだろうなっていう感じだし、ちょっと悔しい気持ちもありますけど、だからこそポーターに頑張ってほしいなと思って。え、実際そこってどうなんですか。一回まあ試合は終わってますけど、はい、そういうライバル心的なのってどっかにあるんですか、常に。やっぱちょっとね、多少やっぱあるよね。まあ一発目で負けてるし、なんだけ1日目でね、60万、70万のところは行ってみたいなさ、すごいよ。確かに。でも10個以上としたら悔しいとかそういうのじゃないし、頑張れよと思うけど、でも俺も負けないぞじゃないけど、やっぱり頑張りたいなって気持ちはあるよね。ああやって輝いてくれるのはすごい、俺的に頑張んなきゃ、負けたらねえぞって思えるからいいね。続きまして、じゃあ堀口選手と金太郎選手ですね。これね、え、なんかその前にちょっと気になったことあるんですけど、金太郎選手って交流ありましたっけ。なんか交流、うん、そうっすね、そんな遊んだりとかする仲ではないんだけど、俺はそう、金太郎くんのファイトスタイルがすごい好きで、なんかそっからなんか繋げてもらってって感じ。金太郎選手すごい好きなんだけど、ね、ファイトスタイルがかっこいいっすね。かっこいい、よく堀内選手とかまでたどり着いたなと思うけど、まあ普通に言ったらやっぱ堀口選手有利なのかなとは思うんだけど、打撃ワンチャンあるぞっていう、なんかカーフキックとかもすごいきそうですね、堀口選手はが使うんじゃないですか。あ、金太郎選手ね、使うんじゃないかな。前回のあの朝倉海選手とやった時もカーフで結構効かされてたじゃないですか、うん、なんかパンチが当たる距離に金太郎選手がなかなか行けずに、あ、なんか近くなったらテイクダウンされちゃって、そっから結構堀口選手の独壇場みたいなイメージがちょっとあるかなっていう。ズバリどうですか、判定か KO か。いや、この試合に関して判定はないんじゃないかなと思うけどね。あ、バコッとなんか金太郎選手の上手い打撃が当たっ
当たっちゃったらそれはそれで面白いんだろうなと思うけど、さすがに2ラウンド目ぐらいでテイクダウンをされちゃって、わかんない、あんま言いたくないけどね頑張ってほしいです。だから俺は堀口選手もすごい好きな選手なんで、てか結構最近自分が身長ちっちゃいし戦い方を一番参考にしてるのが堀口選手で、ああいうなんか出入りの速い、そう素早さ、ね、ああいう戦い方が、まあ、自分には合ってるんじゃないかなと思って、おこがましいけど結構堀口選手の試合とかを見て勉強させてもらって、やっぱどっちも上手いから、スタンドもグラウンドも。体重的には同じぐらいなんですか？体重が多分同じぐらいなんじゃない、64キロとかで。じゃあ、ゆくゆくは堀口選手。なんでねまあでも、銀太郎選手もね、アウトサイダーから堀口選手が驚いてるわけだからね。だそのストーリーかっこいいな。やめてください。ガチモンじゃないですか。まあでも、なんかそのね、どういう試合になるのかっていうのが楽しみだよね、金太郎選手、まあね、選手って。普通に言ったら、みんながやっぱ堀口選手が強いと思ってると思うけど、うん、やっぱ金太郎選手が何かしてかしてくれるものを持ってるかもしれないって、あの井上直樹戦の時にあの、おれって言ってる感じがやっぱかっこいいよね。金太郎選手にはやっぱ期待ですよね、やっぱ。うん、スター選手。期待が大きい。なんか、まあ、すごい楽しみにしてるんで、金太郎選手、ぜひ頑張ってほしいです。でも金太郎選手のアウトサイダーといえばやっぱ明日ね、メイウェザーすごいよね。メイウェザーも昨日会ったからね、なんか載せてましたね昨日、そのクラブにメイウェザーが来て、なんか写真撮れるよみたいな言われて、いや200かと思ったけど、ちょっと暇なし行こうかなと思って行っちゃってなかなか来ない。1時に来るって言ったら来たの3時とかで、やっぱ遅刻する、こんだけ散らすねみたいな。でみんなこう来るぞ来るぞって言ったら、みんな携帯でこうやって困ってんだけど、そっから30分ぐらい来ないんだね。あ、そういう意味でのじらすだったの。そう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 、高いじゃないですか、じらしすぎ、そういう意味。あ、めっちゃじらすじゃんみたいな。でもなんか来るかもって時ドキドキするわけ、こっちも。え、俺なんか人を待ってこんな風にドキドキになったの久しぶりだなって思ったの、単純に。だそれがスターなんだなって思ったから、なんか勉強になったというか、あ、このじらしも、これはもしかしてこの作戦かみたいな。いつも遅れてくるのは、やっぱメイウェザーってすごいってなるじゃん。でもあの人のあの成績とあの感じだから、それが許されてて、それが話題になってっていうのも全部策略なんだって思ったら、いや、スターってすごいなって。俺もその30分ぐらいこうやって DJ があそこにいるのに、こっちからリップルームの入り口みたいなのがあって、みんなこっち向いてるわけよ。で DJ かわいそうみたいな。でやっとメイウェザー来たみたいななって、みんなこう動画撮ってみたいな、ほんと金魚みたいな。写真撮ってください的なこと言ったんですか？なんかこうバックに俺は座らせてもらってたから、なんか写真をなんか並んだら順番来たら撮れるよみたいな。でなんかこう先輩がそう言ってくれたから、あ、じゃあ俺も撮りたいですって言って、あ、次撮れるってなって、メイウェザーが目の前にいるのを見たら、なんかドキドキして、あ、男で写真撮るのにこうドキドキしてるってなんだと思って、なんか、あ、俺もまあそういう男になんないよなみたいなのを改めて思わせてもらったというか、だからそのスターの立ち回りって言ったけど、そう、自分がなんかもっとこう突き抜けた存在になった時に、まあメイウェザーの見せ方はちょっと俺的にはあんまりいけてるとは思わないけど、でもそのスターっていう存在の中ではやっぱあの人は飛び抜けてるわけで、なんかやっぱ会ったらすごいな、パワー持ってるなっていうのをすごい直接感じたから、ある意味ちょっとファンになったし、まあ、俺、朝倉未来選手も一緒に、ね、練習させてもらったりとかしてたから、もちろん日本人として未来選手に何かしてかしてほしいなとか応援している気持ちはあるんだけど、なんか対するメイウェザーもやっぱりすごいものを持ってるし、だからまあ日本のめちゃめちゃパワーある朝倉未来と、世界のめちゃめちゃパワーのあるメイウェザーと戦って、まあ、普通に言ったらメイウェザーだけど、どんなことできんのみたいなのはみんなが多分期待してるところであると思うんだけど、で俺はでも朝倉未来選手のことを間近で、まあ、サインとかで練習させてもらってたからやっぱ思うけど、その普通じゃないからさ、なんか正直ミットを打ってるのとか見てて、え、この人ってあんま上手くなくないみたいな。その結構キックボクシングのさ選手とかでミットめっちゃ上手い人とかいっぱい言うじゃん。なんか朝倉未来選手のミットって
ちょっとなんか独特だからあんまうまいって正直思わなかったから、まあ対面してもワンチャンじゃないと思ってたけど、やっぱりもうすごいから、もう戦いながらなんか頭で考えて先手先手を言ってるのがなんか分かるし、見てても分かるし、自分がやってみてもこんなにこんな風なんだみたいな、化け物だみたいな感じの感覚だったから、だからまあ、あのメイウェザーからしたら、まあ、日本の島国のなんかちょっと有名な格闘家 YouTuber の人みたいな感じで舐めてると思うけど、朝倉未来も結構あのインタビューとかで見てたけど、まあ思ってるほどなんか簡単な相手ではないよとかって言ってたけど、でも本当にその通り、なんか思ってるしでかす男だなっていうのがあるから、ただでは終わんないのかなっていうところで、まあ、期待しているというか、まあ結果多分判定っていうか、うん、ダウンとかなく、なんかうまくこうかわされてフラッシュダウンみたいなのもらうかなんかして、結局 KO にはなんないけど、まあやっぱメイウェザー強かったねみたいなんで終わるかなっていう、うん、まあでも何かしらミクル選手がアクションを起こしてかけると、まあなんかつまんない試合にはなんないんじゃないかなって、やっぱり自分で分かってると思うし、でやっぱなんかやってやろうと思ってるから、多分結構捨て身でいくシーンとかもあると思うんだけど、でもあの人めちゃめちゃ打たれ強いし目がすごいいいから、そう簡単に、まあ、メイウェザーもね、やっぱまあこんなこと言ったら本当にボクシングの人に失礼なんかはしないけど、で本当朝倉未来っていう人はなんか何か思ってるんだよ。俺がだってなんかこう響いて、自分より年下の人に言われて響いて自分が頑張ろうって思ったタイミングって2回しかなくて、加藤エドワードのボディービルの大会はちょっとしんどいからねって言ったら、そんなこと言うんですね、かっこよくないですねって言われて、まあ、こいつに言われたら悔しいな、頑張ろうと思った1人が加藤エドワードで、もう1人が朝倉未来のなんだこの人も喧嘩もしたことないっしょ、キャッカーの一言ではいカッチンってきて、オーディションの、そう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 、この人認めさせたいと思わされたってい う, いう、なんか俺が偉そうなこと言うのも変だけど、ぐさって刺さった人がその二人しかいなかったから、年下でね、だからなんかすごい何か持ってるんだろうなって自分の中では思うし、頑張ってほしいなと思うから、まあ、メイウェザーの凄さは昨日肌で感じて、試合の2日前にこんなことして舐めてんなと思って、これで負けたらダセやつだけど、これで勝ったらやっぱスターだなって思うし、そうやって思わせる見せ方、立ち回りっていうのをあえてしてるわけだと思うから、日本のファンのためにこうやって日本に来たら、まあ、自分も楽しいんだと思うけど、あえてクラブに顔出してバーとお金使って写真撮ってあげて、やっぱメイウェザーってすげえな、2日前にこんなことしてんのか、で練習で試合当日もちょっと遅れてきてるから、ああ朝倉未来日本人なんて余裕だよ、俺はフロイド・メイウェザーだぜって自分に言い聞かせて、自己暗示して実際に強いっていう、その結果を出してやっぱすごいなって思わせるって、もう全部がパッケージでエンターテインメントだと思うし、俺はそのなんか結構エンタメ格闘家とかって言って結構打ち出してるけど、それはやっぱ実力がね、ちっちゃい時からずっとやってきたわけじゃないから、じゃあどこで見せるのって言った時にエンタメで見せなきゃいけないっていうところで、そこにやっぱ時間とお金をかけてるけど、もう実力もエンタメも兼ね備えてたらそれはスーパースターだよねって思うから、それがやっぱフロイド・メイウェザーだと思うし、そこにまあ日本の朝倉未来がどこまで食いつけるのかっていう、これが今回の目玉なんじゃないかなと思うので、本当に俺も楽しみにしてるし、何か朝倉未来にしてかしてほしいなってめちゃめちゃ心から思ってます。楽しみですね。明日楽しみだね、ケイスケ一緒に行こうね。はい、明日はそれを肌で感じに行きます。うん、本当に楽しみだわ、頑張ってほしいです。こんな感じで試合予想になります。じゃあ明日、日本の選手の皆さん頑張ってください。応援してます。